兄貴、お茶入ったよ。お茶？お茶、お茶。おやすみ、マリオ。みたいだな。マリオ、とっても勇敢な騎士。え、いや、そんな。私、しばらくここに隠れてていいでしょ。ね、マリオ。はいはい。ピーチーちゃん。クッパよ、さっき来た怪物たちのボス、悪いやつ。私たちの国をめちゃめちゃにしたわ。追い返して、ね、マリオ、追い返して。よし。マリオ、やっつけて、ぶっ飛ばして、あなたなら勝てるわ。さあ、来い、来い。怖いよ。頑張って、マリオ。あなたなら、きっと勝てるわ。まいったな。さあさあ、フレー、フレー、マリオ。どて、マリオ、そんなそれらしい。キャー、助けて。捕まえたよ、ピーチちゃん。離して、離して、やー。な、どこだ？マリオ、マリオ、マリオ、助けて。おお、あら、大変だ。マリオ、助けて。あら、おい、こら、出てこい、こら、戻ってこい。ああ、どうかしたのか。こら、ピーチ姫がさらわれた。ピーチ姫、なんだそれ。助けを求めてきたんだ。助け？ピーチ姫が？その続きは夢で見りゃいいさ。にしても一体誰だろう。可愛い人だったな。ビシビシバシロクロ、机を叩いてロクロ、テストはちょちょいとやっつけろ。ロクロ、居眠り小づいてロクロ、掃除はよろしくエスケープ。イエ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 イ、ドキドキドキドゥー。俺たちつるんでロクロ、チャキチャキのロクローラ。だけどあいつらが前だ。こいつ
そうだよ、見ろよ。ほらこれだ。この石の導くところ宝の国なり。野にはエメラルドの花咲き乱れ、水辺には金のキノコ、夜にはダイヤの星が降る。すごい、うん、行こう、うん、どこだ、わからん、うん、一例四番で聞いてみような。グッドアイディア。あの、もしもし。いやあ、マリオくん、そこにいたのか。探したぞ。まあいい、今使いのものをやるからすぐ来てくれ。じゃあな。どう、わかった。うん、迎えに来るって。迎え？悪い冗談。うわ、はあ、うちにはドッグフードはないよ。マリオブラザーズ。あ、ね、いや、失礼のほど平にご容赦。このキノコの国にあんたらを呼んだのは他でもないこのわしじゃ。キノコの国？キノコの国、キノコの国だって。え、あの宝の国のキノコの国。タラッタタラッタ、ヘイ、俺たち金持ち億万長者、ヘイ。実は隣の国の亀一族にクッパという悪い大王がおって。クッパクッパダイヤのクッパクッパかっこいい。ピーチ姫に結婚を断られたのを根に持ってこの国をめちゃめちゃにし姫を連れ去ったのじゃ。めちゃ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 ピーチ姫育てた。めちゃ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 ピーチ姫育てた。めちゃめちゃめちゃピーチ姫、ピーチ姫育てた。その上クッパは魔法をかけてこの国の人々をレンガやつくしの姿に変えてしまったんじゃ。そりゃひでえ。
この国の危機を救うのはあんたたちを置いて他にないんじゃよ。どうかピーチ姫を助け出し、この国の平和を取り戻してくれんかの。でもどうして俺たちなんだ。なに言い伝えじゃよ。東の国より双子の男キタレイ、マドロスシャッポにつなぎのズボン、丸花ギョロメのちょびひげかわいい、情にもろいが金にも弱い。うんま、うんにゃうんにゃ。ピーチ姫はその言い伝えを信じてあんたたちのところへ助けを求めていったはずじゃが。あ、マリオ助けて、マリオ。それでこのままでは姫はクッパと結婚させられてしまう。結婚、今度の13日の金曜日にの。ピーチ姫が結婚。ビビンバだか知らないが、勝手な真似はさせないぞ。さあ居場所を聞こうじゃないか。ここを東にまっすぐ行けば必ずクッパのところへ行ける。だが恐ろしい谷や森を抜け、険しい山を越え、大きな海を渡って行かねばならん。飛行機かなんかの直行便があればいいのだが。しかしクッパを倒して魔法を解くには3つのパワールの力を借りねばならん。3つのパワール。そうじゃ、不思議な力を持っているキノコと花と星じゃ。キノコと花と星。だがクッパの手下によってそのキノコと花と星はバラバラに持ち去られ、魔力を封じられ、そしてどこかに隠されてしまったんじゃ。なるほど、その3つのパワールを探し出すのが先決ってわけか。よし、任しとけって。ほうほう、言ってくれるか。さすがは噂に高いマリオよ。ありがとう。お安い御用。さあ行くぜルイージ、ギャラはたんまりもらえるんでしょうね。金貨でよければあちこち埋もれているはずじゃ。好きなだけ持って行ってくれ。うわー、さすが爺さん、任しておきな。金貨は全部掘り出してみせるぜ。それ、さあ、きびだんご行きなさい。しっかり道案内を頼んだぞ。あっ、今は祈る。ドキドキドキツイン、メロメロさ、君の涙で恋にワンアップ。 Yes, yes, gonna love you. Yes, yes, gonna want you. もう泣くなよ、ベイビー。ステーキ食べたいな。それにチキンとハンバーガー、うなぎ天ぷら、親子丼、カレーピラフにスパゲッティ、プリン、クレープ、チョコパフェ、焼き鳥、枝豆、冷ややっこ。あ、あ、うお、この勝手に人のイメージ横取りしやがって。グッポ、えー、もうますます腹減ったな。もう死にそう。食べ物がなくてお困りのようですね。はい、お願い、何かあったらお開けてくれ。おいしいキノコの谷があるんですけどね。キノコ大好き。ついてらっしゃい。うわ、兄貴、ちょっとキノコ取りに行ってくるぜ。キノコ、うん、むしゃ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 、うん、うん、
なんだ？ルイージ？あれ？あっちだ。あっちだ。うわ。プラスマイナスゼロで元に戻るはずだな。それ。ほら。え。この。この。なんだこの野郎。頭一つも。残りだけだった。あればすなわち登るきゃない。登る。あれは三つのパワールの一つ、真実のキノコに違いない。よし、
チ姫の次女のキノピオです。ピーチ姫の、さあみんなお礼を。マリオ様、どうぞこのスーパーキノコを持って行ってください。え、これがあのパワールの。そしてどうか一刻も早くピーチ姫を助けてください。東へ行くにはどうやって行けばいいのやらと思案にくれておるところです。東へ行くにはいくつかコースがございまして、道草コース、お昼寝コース、花園コースなどいろいろ取り揃えてございますですよ。花園コースだって？はい、美しい花咲き乱れ、香りも豊かな最上級コースでありますです。花園コース、宝探しコースってのも作ってほしいもんだね。うん、ひょっとしたらその花園にパワールの花があるかもしれない。よし、決めた。心が現れる思いだぜ。なあ兄貴。そうとも、この色、この輝き、このしとやかさ、あ、最高だな。うわ、昼寝でもしていこう。
次は、秋の台風だ。それ、これであと雪が降りゃいいんだよな。やっとこれ、そんで、なんか言ってたぞ。ジュゲムのパイプだな。ジュゲム、ジュゲム。あ、ジュゲムの、ジュゲムのパイプ、パイプ。よいしょ、よいしょって。やっと、これ、ほら、ふれふれ。やっと、お、切れた。よし、それ、わし、わし、わし。よし、いいぞ、いいぞ。へへへへ。よしよしよし。だ、あら、あが、お、あ、クッパの魔法から解いてくださってありがとう、マリオ様。はい、これ愛の花。パワールの花。おお。さ、これを持ってクッパのところへ急いでください。幸運を祈ってます。あら、ドキドキドキドゥイン、メロメロさ、君の涙で恋にワンアップ。 Yes, yes, gonna love you. Yes, yes, gonna want you. もう泣くなよ baby、 おいらがついてるぜ。クラクラクラドゥイン、止まらない、君の笑顔はマグニチュード。 Yes, yes, gonna love you. Yes, yes, gonna want you. 命がけさ baby、これ美味しいですよ。お、来たぜ。今度こそはしくじるな。おい、来た。ん？どう
金貨だ。金貨、おいマリオ、こっちにたくさん落ちてるぜ。うわぁ、うひょ見ろ、ずっと奥まで金だ。わぁ、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 金貨だ、金貨だ、金貨だ。わぁ、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 いやぁ、すごいぞ。あぁ、あぁ、おぉ、これは金キラの本物だ。俺たち金庫を掘り当てたんだ。ピーチ姫を助けに行かにゃならんのだ。そういえば今夜がピーチ姫とクッパ大王様との結婚式、さぞかし盛大な式典になることでしょう。これで俺たちもがっぽり褒美がもらえるよな。何この野郎、もっとくゲロー、ゲロエロ。このハンマーブロスは斧使いの名人でね、変な気は起こさん方がいいですね。まあせいぜいそこから海を眺めて暮らすことですな。待ってくれ。ゲホオーノーゲゲホゲーなあ、ついつい金貨に目がくらんだばっかりに。ああピーチ姫、私はバカでした。お許しください。すげえすげえ、これじゃ一生かかっても掘り尽くせないね。ねえ兄貴、バカだれ。ああピーチ姫、助けに来てマリオ、お願い。ピーチちゃん。え？ねえピーチちゃん、今夜の結婚式のことだけど、どんなウェディングドレスがいい？ピンク？ホワイト？それとも…やめて。誰があんたなんかと結婚してと言ったの？絶対嫌よ。でも私はあなたを誰よりも、その…愛しておるのですよピーチちゃん。本当に愛しているなら、私をこんなひどい目に遭わせるはずがないわ。ねえピーチちゃん、お願い、そんな顔しないでご機嫌直して。じゃあ、変身ごっこしよう。ねえ、何か面白いものに変身して。そんな、結婚式の準備しなくちゃなんないのに。いやピーチ、変身ごっこしなきゃ嫌。いやわかった、わかった、ピーチちゃんのためなら。じゃあ、ポケロに変身して。ポケロ？ポケロ？わぁ、素敵！キャー！じゃあ、今度はブチモンタ。ブチモンタ？素敵！こんな文化ね。ねえ、今度は小さくて可愛いものがいいわ。小さくて可愛いもの。そうね、子グマのぬいぐるみなんかどう？私、大好きなの。あ、わかりました、わかりました。子グマのぬいぐるみと。かわいい。さあ捕まえたわ。何した？ごめんね、でもこうするより仕方なかったの。その手には乗りませんよピーチちゃん。話して。まあ、わしから逃げるなんてバカなことは考えないことですね。何よ、もうすぐマリオが助けに来てくれるわ。あんたなんかコテンパンに乗されちゃうわよ。マリオは来ませんよ。来るわ、きっと来るわよ。さっきね、わしの手下から連絡があったんですよ。そのマリオって男を捕まえたってね。残念ですね。嘘よ、嘘。そんなことを言って私諦めさせようとして嘘をついてもダメよ。ま、信じようと信じまいと勝手ですけど、私と結婚することだけは本当ですからね。では…そんなの嫌マリオ。
早く来て。今忙しいんだよ。シッ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 。うん。うん。あ、待てよ。わ、待ってたもん。君たちは好きなようにしなさい。私はここで十分に満足しておる。の姫。ぶちゅぶちゅぶちゅ。あ、あれ。あらららら。いやどうも。いやほれほれ。へん。早く早く、よし、集まっ、うん、来たぞ来たぞ、それ、急げ急げ、下方おっと、あー、
隠れよう。城だ。お月様だ。あれ変だな。確か結婚式は満月の夜だったはずだが。とうとう来たか。ピーチ姫、今こそ助けに参りますぞ。取り火事いっぱい。行き過ぎだよ。あれ、大も火事。いつになくご機嫌うるわしゅうございます。お前たちか。あのマリオのやつは私たちが身動きできないようにしときましたからね。ねえ、ご苦労。褒美はちゃんと弾んでやるわ。ところでまだかな、ピーチちゃんは。ペタペタコネコネペタペタ、もっとまだらまだらに。はい、コネペタ。こんなもんかな。じゃあビールを。はい、じゃあ仕上げにね。はい、パタパタパタ。きれいじゃ、きれいじゃ。どうですか、出来栄えは。もういい加減にして。あ、付き合ってらんないわ。ピーチちゃん、待ってとよ。はい、花嫁のお席。いや、司祭、早速婚礼の式典始めろ。はいはい。ああ、マリオ、やっぱりあなたは捕まったのね。私、どうしたらいいの。おい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 。クッパ大王様、汝はピーチ姫を妻とし、末永く愛し、亀一族繁栄のために尽くすことを誓いますか。もちろんや。ピーチ姫、汝はクッパ大王様を夫とし、末永く亀一族の繁栄のために愛を捧げることを誓いますか。誓うと思うね、ピーチちゃん。ピーチちゃん、ピーチちゃん、
ピーチちゃんたら黙ってないで何とか言ってお願い。ああそれだけ？もっとなんか言うの。嬉しそうに。いや嬉しい。うわ嬉しい。ドラピーチ、どれほどこの時を待ちわびていたことか。そう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 だろう。でもそうだろう。とうとう助けに来てくれたのね、マリオ。そうともそうとも、助けにた…あ、マリオ大王様、変な船がやってきます。マリオ、ここよ、ここよ。こじゃくな、宇宙出せ。めでたい結婚式を、これは一体どういうことじゃ。このつもりじゃ。さっさと引っ捕らえてこい。式は開かずの間で行う。来い審査員。マリオ、ピーチ姫、助けてマリオ。ピーチ姫、あおお、マリオ、おい、おい、抜け道。あ、待て。おっと、よいしょ、なった。今だ。よし、うんじゃ、さあ、よっしゃ。どれかの穴がクッパの部屋に通じてるんだな。でもどうやって。飛んで火にいる謎の虫、ここは恐怖の地獄のエリア。ここをクリアするにはこのリフトを伝っていけばいいんすよ。よし。それにもっと面白いことには、ほれ、ファイヤーブレロが元気がいい。ではエンゲージリングの交換をどうぞ。ピーチちゃん、指輪をどうぞ。あ、かわいいよ、ディディ。なにこれ。ちょっと大きすぎたから。でも腕輪の方が愛情が大きいということで。いや、こんなの。ごめん、怒んないで。すぐ作り直してくるから。あれ、なんだ。あ、ピーチ姫、
よくもわしの結婚式を台無しにしてくれたな。わしに逆らえばどうなるか思い知らせてやる。何、3つのパワールだって。そうか、これを。これを飲む。マリオ、離れろ。よし、マリオ、よっしゃ。おっと、マリオふりかけ。いやー、これ大好きになった。うまい。危ない、マリオ。あー、どうだ。星が。あー、さあ、とどめを刺してやるか。お願い、マリオ、これ以上責めないで。あなたの言うことなら何でも聞くわ。だからマリオ。何ですと？あなたのお嫁さんになるわ。だから。私の花嫁になるとな。ダメだ、ピーチ姫。そんなことを知っては。だから、お願い。ダメですな。奴はパワールのキノコと花を飲んだ。このまま生かしておくと、私にとって花だ都合が悪いことになる。おっと、おお、兄貴、こんなとこにいたの？ほら、星が落ちてたよ。星、それを口に放り込んでくれ。星を？ん？あの野郎。早く。いいけど、あんまりうまそうじゃないぜ。星。おお！ああ！思い知ったか、マリオめ、すりつぶしてくれるわ。どうだ。うわあ、どうだ。うわ、姫！マリオ！ピーチ姫、ご無事で。おのれ、マリオめ。さあ、こいくば！参りましたです。マリオ、やったぜ兄貴。マリオ、やっぱりあなたは素敵な勇者。あれは私たちのお城、魔法が解けてみんな元に戻ったのです。綺麗だな。みんなマリオのおかげよ。そうだ、忘れてた。これ。あら、まあ、どこでこれを？姫が私の家に来た時、落としていったんですよ。そうだったの、ありがとう。これ、生まれた時からずっと肌身離さずつけていた大切なものなの。ん？どう？いつかきっと、このブローチと同じブローチを持った素敵な王子様が現れるんですって。同じブローチ？あれ、おい、確かうちの店にこれと同じブローチあったよな。ない？ピーチ姫、ご安心ください。このマリオがきっとそのブローチを探し出してみせます。あら？私は隣のフラワー国の王子、ハルです。
あなたが春王子様。姫をお迎えに上がる途中、不覚にもクッパの魔法で犬に変えられてしまいました。すると姫の婚約者ってのは。マリオ、ルイージ、ありがとう。あなた方は私たちの恩人、誠の勇者です。マリオ、お、マリオ、しっかりして。マリオ、マリオ、姫が幸せになれて嬉しいっすよ。マリオ、ありがとう。いいえ。マリオ、ルイージ、ずっといてほしいのに。いや、店のこともありますし。あなたたちがいなくなるととっても寂しくなるわ。なに、また悪い奴らにやられるようなことがあったら助けに来ますよ。な、ルイージ。さあ、行くぞ、ルイージ。さようなら。マリオ、ルイージ、元気でな。本物の勇気とは、まことの愛から生まれるものなのじゃの。それがパワール。勇者の印じゃよ、マリオ。人を愛したら幸せになれる。きっといつか心のキャンバス、あなたの姿映し出す。その髪も微笑みも都会のジャングル、悲しみを抱いて夜の新島、眠れない日には遠く潮騒、風に乗り耳元に響く。作ろうと思ってね。それはそれは、奥にいい材料が揃ってますよ。はいはい、小麦粉にリンゴにバターにミルクね。はい、お待ち。うん、ほえ